つ誠の寄進となりおったか。見ろ、今一歩か。小野県の兄弟さゆえ人の道すなわち指導を下せぬのが主の弱点よの。指導を知らずして天道へと至ることはできぬ。長きにわたったウヌとの試合がよもやこのようなご託に拒食されようとは、潔く読みへと当たれ滅卒。指導を知らずして天道へと至ることはできる。我が行くは鬼の道、もとより天道地道と交わるとは思っておらぬ。小わっぱめ、愚かな、なぜ己の業を認めぬ。人にあらざる道に落ちたか、豪気。勝負鬼足らんと寝坊たは我。行き着く先が人外の道とて構わぬ。人足らんとする難事が無の剣と我が鬼神の剣。天地清濁巡り合いし我らの戦いに妨げなし。ただ我は因果の狭間にて剣を振るうのみ。行くぞ、こわっぱ。おう、うん、現場可動剣、
我の剣、もはやこの世に並ぶ者はおらぬか。コワッパ、なぜ笑う？また一つ問うことができるからだ。人は問うことで己を知る。相手が他人であれ、己であれ、神であれ、強さを求めることもまた同じだと俺は思う。俺は人として問い続ける。自分の拳に。ふん、つまらん。そして豪気、お前にも。我に何を問う？拳で挑む。拳でしか語れぬお前には拳で問うしかないだろう。格闘の道に終わりはない。俺の道にも、お前の道にも。良きかな。ならばその道の行き着く先で再び相まみえようぞ。龍は